はい、N 国党と言いますね、 NHK から国民を守る党ということで、立花隆さんが随分ね活躍されてるというか、YouTube の活動をされてたわけなんですけども、私はですねこの立花隆さんから一つの学びをねいただきました。まあもちろん他の方からも学んでたところと重なるんですけども、それはですね組織に依存しなくてもどこからかの、まあ、お金ですね、資金に依存しなくてもたった一人でできるってことなんですよ。で私もね隠居道ってものを進み始めても3年以上になるんですけども、隠居道の素晴らしいところはたった一人で何でもできると、誰に嫌われても全く困らないってことですよね。誰と歩調が合わなくても全く困らない、それはですね自分一人で全てを生み出してるからなんですよ。もちろん多くの方の信頼関係やサポートっていうのは必要だと思いますけども、形だけ見るとですね YouTube というものだけをやっていればそこから収益が得れる、しかも自分の主張をして得れるということなんで、自分の意にそぐわないことを喋ったり表現したり、意にそぐわない人を形中を叩いたりとかしてね、それで、給料をもらうみたいな、テレビ出演者のいわゆる人工的なタレントとは全く違うんですよね。YouTube の素晴らしいところ、立花さんの動画を私もね数百本も見ましたけども、素晴らしいところはメディアで報道されてない部分も YouTube にどん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 晒していって、我々視聴者が判断できるんですよ。どっちが正しいことをやってるのか、どっちがこそこそと汚いことをしてるのかってことがはっきりしましたよね。で NHK に関しましては NHK の、まあ、本部っていうかね、まあ本元があるのと、あとは下請け会社があるんですよね。下請け会社も NHK を名乗ってるところがこれが悪質だったりするわけなんですよ。その辺がまあ結構よく分かりまして、下請け会社っていうのは結局ね、私も動画の中で言いましたけども、短期間で辞めてしまうんで大した法的知識もないし、大した受信契約の内容も知らないし、ただサインしろサインしろっていう風な営業活動をしてるだけなんですよ。しかも悪質なのはですね、この NHK の下請け会社が何か不正をしたり、いい加減なことをしたり、不実告知とかしたりね、いろいろあるんですけども、いろいろトラブルがあるんですけども、NHK がそれを分かった瞬間にスパッと切るんですよね、そういうところ。どん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 トカゲのしっぽ切りをして、いや、NHK の方ではそういうことを指導してません。でも、勝手に下請け会社がやったんでしょうってことにして、結局ね、かわいそうなのはこの下請け会社、被害者でもあるのかなと思いますし、で、NHK の職員さんっていうのは、基本的にはみんなね、真面目に働いて、誇り高い仕事をやってると思ってるんですよ。でも残念ながら会社なんで、上からの命令をやっぱりね上位形で従うしかないところがありますよね。でしかもそこに悪質なのは高額なその給料を払ってるところなんですよ。その給料1500万とか2000万っていう給料をかなぐり捨てて、社会に無一文で放置されることを覚悟してね、不正を暴こうとか NHK がおかしいって言える人はなかなかいないですよ。このね、ジャブジャブのお金っていう麻薬漬けにされた人っていうのは、結局そのお金に従って、お金のために働くような一生、そして自分の思ったことを表現できないっていうね、本当に苦しい人生を歩むことになりますし、そういう顔でよくね、家に帰って、お子さんとかね、奥さんに笑顔を向けれるなとは思いますけども、そういうことが平気な人もいるんで、それは仕方がないです。それはね、いろんな考え方の自由なんで。ただ私は今ね、こうやって YouTube で自分の思った通りに発信して、誰かの圧力とかね、誰かに忖度してとか、取引先もありません。タッグを組んでる人もいません。もう勝手なこと言えます。吉田さんとのね動画のやり取りっていうのは非常にねシンプルで分かりやすいんですけどもまあ、いろんなことをねテーマなんて関係なくお話しさせていただいて、それでもこうやって続いてるっていうところでね、自分の好きな人とだけ付き合って、自分の気の合う人とだけを周りに置いてですね、自分の気に入らない人とはもう無理やり付き合わなくていいと、ましてや気に入らない人からお金で札びらでほっぺた叩かれて、これで言うこと聞けっていうことを全く聞かなくていいっていうのが素晴らしいですよね。私はね YouTube Japan さんの意向に沿うような放送はしていません。ただ利用規約には従っています。利用規約に従うようにいつも気をつけてますけども、それでもね YouTube Japan が例えば過激な、こうなんですかね、人目を引いて内容は全然違うような釣りの動画を作るなとかね、そういう意思もあると思うんですよ。そういうのを組んで、やっぱり私は自分自身の主張をしながら報酬をもらっているってところがあってね、本当に素晴らしい時代だなと。個人の時代っていうのは結局個人が報道の自由を取り戻した時代だと思うんですよね。だってやっぱりこういろんなことを話してみて、私たちは限られたね選択された後の誰かの意思で報道しないものと報道するものと分けられて、意図的にこれしか見せませんよっていうのを雑誌、新聞、テレビ、こういったものから取り入れてますけども、それは考え方は歪みますよね。そうではない面もあると。いわゆる私はねオカルト、いわゆる宇宙人とか UFO とか幽霊ってものももう信じているんですよ。本当にあると。
実際見ることってのは少ないんですけど、信じています。でもこういうことってのはなかなかね報道されないわけですよ。だからこういうことを表現すると変な人になっちゃう可能性もあるんですけども、私は全然構いませんと。その YouTube の中においてですね、そういうのが好きな人とだけつながっていって、好きでもない人とはつながらないということをした結果、ヤオイ純一シリーズはやっぱりね、数万回のファンをつかむような動画にはなってるわけなんですよ。でも常識的な話をすると再生数がね一気に落ちるみたいなねそんなことがあってね、あ、やっぱり自分の発信したことによって結果がちゃんとついてきて、何も起きないっていう結果もちゃんと見えるってことでね、非常に分かりやすいなと思います。そして私はね、たった一人でやっているっていうところがすごくいいんですよ。これがね、組織でやってると他の人の意向も考えないといけない。例えば私がずっと自己表現がうまくいかなかったのは、その麻雀店とかね、それから私の会社に社員がいたっていうところがあるんですよ。その社員さんの顔を潰そうなこととか、社員さんをバカにするようなことが言えなかったんで、あの社員になるなとかね、どっかの会社の社長の言いなりになるような、そんなね就職活動するなみたいなこと言えませんでした。だって自分のところに社員がいるわけですから。でも今はっきり言えます。会社の、社長っていうのは従業員さんの給料を増やそうなんて全く思わないんですよ。まずは自分の会社の組織の存続、自分の暮らしの安定のために組織を作って、そして自分の作業を減らして責任を部下に押し付けるために、その社員っていうのを雇ってるんですよ。うん、もちろんね、対外的に見たら私の責任ですって言いますよ。でも結局社長が責任を取るってどういうことかって言ったら、社員を罰することじゃないですか。減給とかして自分の指導不足で自分の給料をまさかに減らすんじゃなくって、社員の給料を減らしたりとか、社員を左遷したりとか、社員を降格したり、社員同士を争わせることによって、もう完全にねイエスマンを作ろうとしてるわけなんですよ、組織って。でそういうところにいつまでもいたいですかっていうことなんですよね。で私はね、立花さんがたった一人になった、しかもあの令和新選組の山本太郎さんも一人になった、この一人になったっていうことが本当に全ての人生の始まりだと思うんですよね。だって自分の人生なのになぜかね組織の意向っていうのに忖度するっていう、これまさにあの ひどい話だと思うんですよ。完全に奴隷化ですよね。時給をもらった奴隷ですよ。だからね、私はあの今の時代になってどん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 放送とかね、こうやった発信ができるようになってきたら、孤独こそ最強というところに必ずたどり着くと思います。誰かと組んでいいことはないですし、はい給料ですよって言ったら言うこと聞かなくちゃいけなくなるじゃないですか。もちろんその給料いらないって言って勝手なことをさせてくれっていうふうなね勇気があればいいですけども、なかなかそんな勇気がね、出ないところもありますし、実際に、自分のこととかね、自分の家族とかを食べさせないといけないっていうふうな私利私欲を優先してお金をくださいっていうのを、まあ、まず第一になっちゃうんですよね。まあだから仕方がないところかなと思います。これね、やっぱり理想論を言えば金に左右されないような行動をしたいんですけども、なかなかねそういう人ってのは難しいですよ。で擁護するわけではないし、私はねそれでも一人でやることを選んでほしいなと思う。この一人で生きることの、一人で決めることとか、一人で行動することのこの無限のね、あの自由とか解放感とか満足度っていうのは本当にやってみないとわからない。で確かにお金的にきついところありますよ。でもきついのはお金だけなんですよ。他の精神的な豊かさっていうのはずっとね続きますんでね。そしてその精神的な豊かさに同調する人とかも現れてきます。もちろん皆さんね、いろんな事情があって表立って応援できないって方もいらっしゃいます。私のところにはね、ちょっと今初めて話しますけども名前は出せません、もちろん。でもあの皆さんがね知ってるような、あのなんて言いますかね、ジャンルも言えないんですけどもね、結構すごい人がチャンネル登録してきて、でメッセージを下すって、速稼塾入ってくださってね、で、すいません自分はこういう風な、テレビメディアとかでね顔出ししている仕事をしている都合上、私が参加しているってこと絶対わからないようにしてくださいってことでね、そういう環境も持たせていただいてるんですよ。だからやっぱり私はね、もうテレビに出ようが、インターネットに出ようが、どの雑誌に出ようが全く平気なんですけども、やっぱりテレビってところに自分の席を置いてる方はやっぱテレビと一緒にね歩みを揃えていかないところもあって、正直に生きらない面にかなり苦労してるんだなってことも分かります。本当切実ですよ。だからね、やっぱり自力で生きていくことを選ぶっていうのはそれなりに夢があるんだけども、でもね勇気もいりますね、やっぱね。でもそれ勇気を出して飛び込んでみると結構できるんではないかなと思います。そういう意味で言うとですね、私も平和公園にホームレスを2年ぐらいしてましたけども、ホームレス万歳って感じですよね。誰の忖度もいらないと、どこに気を使うこともないと、人に迷惑をかけないように自分のルールを守っていれば本当に周りから尊重されて自分の生き方を肯定していただいてね、守られるというね、もうこんな素晴らしいことはないなと思いますけども、まあ私はホームレスをずっと続けてるわけ
っていうね、その意思はなかったんで、今みたいな暮らしを選んで、今みたいな暮らしをやっていますけどもね。さあ、本日もね、吉谷さんの立花隆さんからのね、いろんな話から学ぶことがありましたけども、皆さんいかがお感じだったでしょうか。もちろんこれはね、一人にならなきゃダメとか、組織にいたらどうしようもないっていうことではなくて、組織にいたくないのにいることに対しては、ちょっと考えていきましょうってこと。痛くている人は全然いいじゃないですか、それでね。それでハッピーなわけですから。意にそぐわないような人生を誰かに押し付けられているんだったら、そこは大丈夫ですよと、ちょっと勇気出したら、あ、こんな簡単なことだったんだっていうふうにね、分かると思います。もちろん一人になった初日には分かりません。でも1年2年とね、過ごしていくうちに、あの時にたった1日の勇気を出してよかったなっていうふうにね、思えるんではないかなと思います。もちろん保証はできません、すいません。では以上です。